あっぱれの時間です。よろしくお願いします。いい T シャツ着てますね。あ、ありがとうございます。ザ・セイムレングス。はい、でもこれ錯覚のやつでしょ。あれアキラさんじゃない芸人さんのグッズなんです、うん、え、ちょっと誰のグッズツアー T シャツみたいなこと。そういうことです。誰のやつですか。真空ジェシカ。真空ジェシカ単独ライブみたいなの行ったの。あ、なんかラジオのグッズなんです。あ、ラジオで定期的にグッズ出してて、なんで今までも私時々着てます、芸人さんのグッズ。そうなんだ。誰にも何も言われないですけど、はい、え、知らなかった。ママタルトのグッズも前着てました。ママタルトもいい結構若手知ってますね。はい、もう大好きで。いやでもアキラさんも今日あの、うん、年長さんみたいな。いや本当ですね。保育園にこういう子いますもんね。います。あの甥っ子がちょうどこういう格好してます、うん、今。だからもう、はい、とにかく夏を味わいたい、はい、味わいたい、その一心で今年やってますんで。でまあ今年、はい、夏、はい、結構海攻めてるじゃないですか。そうですね。あっぱれは海沿い行ってもやっぱ陸行きがちですけど、うん、行ってこい行ってこいでね、うんうんうん、で今年はガンガン海攻めてるから、はい、今日も海ですよ。そうですね。ということで、はい、本日の海はこちらでございます。逗子市でございます。はい、逗子市三浦半島の付け根に位置しております。明治時代から避暑地別荘地として栄えてきました。確かにな。あの JR と京急が通っていてアクセスもいいので今移住する方も増えてるんだそうです。なるほどね、はい、穏やかだしね、うん、きっとご飯も美味しいし、はい。でまあ、今いる場所がどこかと言いますと、はい、こちら、はい、小坪漁港です。うん、ちょっと見覚えありません、この風景。そうなんですよ。去年来てます。あの去年と去年多分ね3メートルぐらい先でオープニング始めたんです。ですよね。本当に同じ場所です。で、あの金網の奥、はい、立ち入り禁止のところで、はい、海ぶどう食べましたよね。そうなんです。全く同じ場所からスタートです。そうですよね、はい、よかった。俺のデジャブかと思ってあれ俺もしかしたらあのマリーナもね近くにあるんで、ヤシの木もあって、イメージがね、そうそうそう、逗子っていうとあっちのイメージですけど、はい、こういう庶民的な港もあるんだっていうね。漁港もあるんですよ。いいじゃないですか。先週に続き今週も海鮮をいただけそうです。ランチは最高、楽しみ。うん、はい。じゃあ今日はこの辺を、はい、うろうろしちゃうのかな。この、ね、東逗子駅に向かって、こっちの方まで、はい、こっちの方までずっと回っていきます。いいじゃないですか。はい、それじゃあ今日も行ってみましょうか。はい、あっぱれ神奈川大行進スタート。じゃちょっと行ってみますか。行ってみますか、ね、海ぶどうね。え、海ぶどうもらえるかな。もらえるかないいですね、穏やかな港で。いいですね。ね、カモメ、カモメ、ね、いっぱい飛んでる。たくさんいますね。ちょうどあれなのかな、はい、餌になるような魚も豊富にいるのかな、うんうん、もしかしたら。やっぱ逗子っていうとこのね、マリーナのリゾートのイメージが強いですけど、うん、こうやって小坪漁港も ね、 ね、あるんですね。あの鎌倉時代の歴史書の吾妻鏡にもうすでにこの小坪の記載があって、そう、漁村だったって言われてるらしいです。確かにちょっとこう入り江になってるから波も穏やかで過ごしやすいんだろうな。なんか船もいっぱいあってね。あきらさん、あぶね、お、大丈夫ですか、大丈夫ですか。あぶね、ぬるっとぬるっと、危ない危ない、もうそのまま海に。もうおじさんの怪我は治んないから落ちていっちゃいますよ。足元気をつけましょう、うん、あのね、あれすごく、うん、あれ発動、何か発動しました。あ、いい香りします、いい香りします。あ、これはどっちの方でしてます。あちらの方角ですね。うわー、ちょっと何されてるんですか皆さん。これなんか焼いてんじゃないですか。こんにちは、こんにちは。あら、ちょっと、うわ、あ、あ、ちょっと、あら、カメラさん、これはもう伊勢の、ほら伊勢のエビ、伊勢のエビだ、うわ、伊勢エビ焼いてます。めちゃくちゃいい香りする。サザエも焼いてる。あ、皆さん、ここの漁師さんで。漁師です、はい、うわー、ならではだな。うわ、半端ない。小坪で
この伊勢海老とかサザエが取れるんですか？そう、そこで取れたやつですね。海出たすぐところで取れます、はい、取れるんですか？うわですね、よく嗅ぎ分けましたね、この香りを、もう私鼻がいいもんで、本当にすぐ分かりますから、このいい香りっていうのは ね、もう皆さんは漁師歴はどれぐらいでいらっしゃるんですか？僕まだ3年目ですね。あ、そうですか、はい、僕はまだ見習いなので。あ、はい、あ、そうですか、修行中です。じゃあもう、はい、漁師さんの中でも若手。そう、一応今小坪漁港の中で最年少なんですけど、こんなコツで、はい、あ、そうですか、はい、1年後に漁師になるんで、半年後か、半年後に漁師になるんで、はい、半年後にまた最年少になって。なるほど。え、おいくつですか今？もう僕33になります。おー、はい、そうですか。割とこの辺の方もベテランの漁師さん多いですか？そうですね、もう結構何十年やってる方が。これ小坪だと何人くらいいらっしゃるんですか？33人、32、33ですね、はい、そうなんですか、はい、いやすごい。それをね、皆さんでこうやっていろいろ撮りながら。え、その前は何されてたんですか？僕は普通居酒屋をやってまして料理ずっとやってました。魚が好きすぎてちょっと漁師になりたいなと思って、なるほどね、はいはい、僕は学校の教師だったんですけど、あの子供にそういう自然体験とかしてもらいたいなと思って、あの漁師になりました。へえ、面白い。いろんなところからね、漁師の水につながってるんですね。そうですね。あら、僕は漁師さんかな、将来。漁師将来何になりたい？漁師かな。漁師って言うか。今のところは漁師かな。漁師言ったく難しいよね。難しいね。すごいね。めっちゃ恥ずかしいじゃん。もうでも美味しいでしょ、お魚とかこういうのね。うん、そうですよ。おお、いや、お前焼けたからお前ビールとついてる。食べます？いいですか？ぜひ。いいですか？今一番食べ頃なんで。まさに本当にもう浜焼きのお店なんてありますけど、はい、まさにもう 海の目の前でね。そうですね、さっきまで生きてたんで。そうですか。めちゃくちゃ美味しいと思います。もうなんだったら本当に新鮮そのものな、はい、お刺身でいけるような。うん、そうですね。ね、え、この焼き方で伊勢海老食べたことないですよ。え、ちょっと、え、あ、1? ぜひぜひ。半じゃなくて1ですか？ぜひぜひやってください、ぜひやってください。あれ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 、ちょっとこれ見てください。ちょっとちょっと、たまんない。え、そんな、いいんですか？ぜひぜひ食べてください。うわー、ちょっとうまそう。見て見て見て、ありがとうございます。皆さん、こういう船でね、取られるわけですか？やってます。え、せっかくだから海バッグにして食べます？あー、いいね。ねえ、カモメの鳴き声もいいじゃないですか、はい、今ちょうど。どうやって取ってるんだろう。肉がもう弾力すごい。あららら、あ、プルンってなっちゃう、プルンってなっちゃう、ほら。わー、ほんとだ、ほら、プルン、一気に取れる。一気に取れるんですね。あらららららら、ら、ちょっと、嘘、その味噌をつけて食べるとめちゃくちゃ美味しい。味噌、ね、はいはいはい、味噌見て、これ味噌、ちゃん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 。さすが漁師さん、美味しい食べ方知ってるんですね。またカモメがええわ。うまーうまーいっちゃいますか。あーら、いっちゃいますか。アキラさんが大好きなビールも合うかな。どうだろう、この国。あ、うーって。いただきます。おいしすぎます。よかったです。最高。ビールいきますか。いいんですか。え、大丈夫ですか。私たち今日まだここ、うん、スタート地点ですけど、二人とも酒飲んじゃった。もう今日ここで終わってもいいですね。本当にね。いただきます。合うでしょ。最高や、これは。あれ、ちょっと、あれ、おやさん、何を今蓋を、あらへた。あきらさん、どうぞどうぞ。ありがとうございます。
ぽいよね。サザエですよ。うわ、もう湯気がもう。もうね。いただきます。こちらも取れたてで。怖い。熱い、熱い、熱いです。大丈夫か。お、柔らかい。これもしよかったら。ありがとうございます。なんかこれ次々と。ありがとうございます。味噌の濃い味がすごい。うん。本当に取れたてで海の香りもして美味しいですね。あら、少年。あれ？今度何持ってきてくれたの？どうした？すごい。ちゃんと小壺？トト祭り？トト祭り？お祭りあるんですか？それ。説明できる？そうよ、僕、はい、僕よ、僕の番。説明できる？いける？9月の16、17、18で、はい、僕らが取ったものを食べていただきたいってことで、はい、小坪漁港の隣のですね、うん、あのところでトト祭りというイベントをやります、はい、おお、もう、皆さんに召し上がっていただいた伊勢海老だったりサザエ、うんうん、あとはワカメが有名なんですけど、はい、そのネバネバのメカブっていうのを使ったメカブうどんとか、はい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 、っていうのもいろいろ楽しんでいただけますし、おー、はい、あと今日食べていただいたの伊勢海老釣りっていう形で、釣れるんですか？はい、今ちょうどいろいろ試しながらやってるんですけど、なるほど、自分で釣ったものをこういう感じで焼いて食べてって感じで、うんうん、いろんな人に楽しんでもらえるような企画を、はい、練ってます。はい、もうだってちょうどこれ放送される時はこのお祭りの期間中ってことですからね。そういうことですね。皆さんぜひ、皆さんも小坪漁港へ。これが食べれます。これがでしょ。これが食べれます。皆さんこれが食べられますよ。あー、はい、うおー皆さんもこうなるでしょう、うん、絶対こうなります、うん、まだやっぱカニもそうですけど、うん、無言になりますね。無言になっちゃう。もう絶対少しでも食べるところ残したくない。取ってんすちょっともう今日やめましょうよ、取るのもうやめましょうよこんなボソボソ喋ってねテレビとは思えないボソボソみんなで今日浜焼きしましょうよ、ね、浜焼きパーティーでいいんじゃないですかね、いやそれぐらい、うん、細いで食べたくなるぐらい美味しい。見てください、もうほんない綺麗ほぼない。本当に味噌も美味しかったし、味噌美味しかったなね、はい、いろいろやるみたいだから楽しいですよ。そうですね、食べたままでもいいんで、うん、とりあえず今日のメール紹介しましょうか。 ありがとうございます。はい、はい、ではでは、うん、じゃじゃん、はい、いつもメールおはがきありがとうございま す。横浜市保土ヶ谷区の一柳さんからです。はい、あきらさんが出演している某公共放送の朝ドラを見た娘過去小6があっぱれと違うあきらさんもかっこいいねと言ってましただそうです。ありがとうございます。出てましたもんね、朝ドラ俳優ですありがとうございます。はい、猫ひたの三上さんとご一緒で、公共放送で公共放送のスタジオ前で、はい、うん、TVK の話してましたよ、ね、なんかあの日結構ツイッターで、うん、TVK の日だみたいなのも載ってたらしいですよね。あ、もう X かツイッターね、うん、はいはい、だから僕のことを、うん、裸でしか認識してない人は、はい、ちょっとあれあいつアキラだったんだみたいな感じでしたけど、うんうんうん、はい、神奈川の人はすぐピンときてましたね、はい、服着てる僕を見慣れてるから、はい、うん、わあ、ありがとうございます。すごいですね、もうすっかり立派な俳優さんで、ありがとうございます。さすがでございます、はい、続いて横須賀市の村井さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。この間主人の誕生日に伊豆に一泊行った時、なんと巨大なテルヤナを発見、びっくり。巨大なテルイヤナ、写真がある、 CM かなんかですか、写真があるそうです、うん、おテルさんこういう仕事もやってんのあれ私伊豆行ったっけ、こういう仕事もやってるんだ、あれ今アナウンサーっていろいろ仕事ありますね。え、しかも頭にカキ乗せてますよなんでカキ乗っけてんのよ。カピバラですよね、うん、そうだ、はあ、なるほどなるほど、ちょっと同じ方向で見たらあれじゃない、並べてくれんじゃない、何ですか、うん、伊勢海老乗っけときます、はい、ここカキのいや確かにね、巨大ですねこれは。巨大、こういう施設があるのかな。でもこれを見てさ、はい、
我々のことをね、照井さんのことを思い出してくれるなんて嬉しいじゃないですか。村井さんご夫婦は伊豆でも思い出してくださったと、うん、嬉しいことですね。嬉しいじゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもあの目撃情報をお待ちしておりますので、はい、はい、皆さんにステッカー差し上げます、はい、ありがとうございます。お願いします。いや、そうですね、はい、じゃあサザエもいかがですか。すいません、ありがとうございます。じゃあ私持ちますよ。いやじゃあこれ、はい、店員さんに下げてもらって。あれ店員さん、あれちょっとよく見たら青い T シャツ着てるじゃん。あ、え、ということは、はっ、アップレミプロ級。ありがとう、乗ってくれて。店員さんでね、一回画面からフレームアウトしてくれて素晴らしい。ありがとう。はい、じゃあ、ソウタ君、自己紹介をお願いします。はい、海プロクイズ研究会の佐々木ソウタです。よろしくお願いします。タイのタイでおなじみの、はい、はい、久しぶりです。今日もクイズ持ってきてくれたのかい、うん、はい、いや当てるよ、我々は当てるよ、うん、そうですよね、はい、あのイベント以来ですから。ちょっと僕先週は外れちゃったんで、はい、イベント以来ですから。そう、そうだ、この間のイベントね、ミプロイベントね、8月5日にありましたけど面白かったよね、うん、たくさんのお客さんの前で、はい、ね、でも2人とも堂々としてね、本当にね、まあ、ちょっとハプニングもありましたけどね、バチャンってね、大事故ありました。うん、よかったよかった、はい、今日もどうかな、強風で答え見られるかな。あ、ソウタ君が風が吹けばベロベロっと答えをもしかしたら剥がしちゃうかもしれない。はい、はい、では今日のクイズは何でしょうか。はい、問題です。はい、昨年逗子海水浴場とリビエラ逗子マリーナが海辺の国際環境認証に認証されました、うん、この認証は綺麗で安全安心なビーチやマリーナに与えられるものなのですが、この認証制度は何というでしょうか。1ブルーエンブレム、2ブルーフラッグ、3ブルーカーボン。難しいよ、聞いたことない。こんなことも知ってんの。はい、まあ、確かにこれも海のことといえば海のことだもんね。綺麗、なビーチに与えられるものね。もうブルーはブルーなんだね。はい、ブルーです。エンブレムかフラッグかカーボン。はい、うわ、このマリーナの方見たら分かる。ヒントとかある？ある？あるかもしれません、あるかもしれない。エンブレム、フラッグ、カーボン、ちょっとお二人知ってます？はい、地元のこれクイズのクイズ知ってます？なんか知らない知らないの。2番違う、違うよ、一番だろう。学校の先生だから。ちょっと怖い、それやばいじゃん。ちょっとそれ良くないよお前。ほんとにじゃあちょっとやめて、怖い。もう先生にそう教わったんで、はい、怖い。学校の先生が言うことは正しいと思うんで、じゃあ答えは私たち2番です。2番ブルーフラッグ、はい、さあソウタ君どうでしょう。正解はドン、はい、やったー、やったー、当たるんかい。当たりましたね。やったかなと。今日はちょっとごめんね、我々協力助っ人いました。いましたね、先生がいました。俺1番かなって正直ちょっと思ってました。私も1かなと思ってました。思ってましたで、2番で先生ちょっと外れたじゃないですかまで想定してたんですけど、はい、やっぱ知ってましたね。こちらリベイラ逗子マリーナでは、一昨年にですね、アジアで初めてマリーナとしてブルーフラッグを取得することができました。マリーナのブルーフラッグといいますと、ビーチの4分野に対して6分野、33項目に37項目の承認を受けないと、認証取れないというふうになっております。ブルーフラッグの理念としましては、環境がしっかりしてないとそこにお客さんが集まらない、これ私たちが掲げています理念とも同じでありまして、私たちリベラズシマリナだけではなく、そこにお泊めいただいているオーナー様とともにブルーフラッグを掲げていただきまして、よりこう海に対して啓蒙活動を行って次世代に向けての素晴らしい海を残していきたいというふうに考えております。ブルーフラッグに認証されるというのは難しいことなんだね。はい、あの厳しい認証があって、しかもこれ認証をしてもらっても、うん、その後もあの頑張って続けていかないと剥奪、あ、維持されちゃう、維持しないと、から維持しないといけない、うんうん、なくなっちゃうんだ、はい、でブルーフラッグを取得するとあの青い旗を飾れるんですよ、うんうん、だからもしかしたら、なるほどね、あ、じゃあよく見たらね、あるかもしんないって言ったんです、中に飾ってあるかもしれないですね。で今、うん、日本にはビーチ10カ所、マリーナ1カ所の11カ所が
認証されていて、うん、そのうちビーチの3つはここ神奈川県にあります。あ、そうなんだ、すごい、すごいね、やっぱり神奈川はやっぱ綺麗な海が多いっていうことなんですね。はい、綺麗な海だったらそりゃ食べるお魚だって美味しいですもんね、うんうん、それにみんなも遊んでくれますし、うん、そうだよね、そうだよね。これ認証され続けるためには環境を守り続けなきゃいけないから、やっぱ綺麗な海が保障されていくってことになるもんね。はい、ゴミ拾いとかそういうのを進んで。そうですか、ちょっと今日我々は協力助っ人のためでね、助っ人向こうに行っちゃいましたね、はい、一杯もうやってんじゃないですか、はい、あ、もう祝勝祝いで続きやりますよ。あ、わかりました、ありがとうございます、やりましょう。はい、はい、ということで今週も勉強になりました、ありがとうございました。海プロキッズ待ってるぜ。あ、これは海と日本プロジェクト応援しています。佐田くん今週もありがとう。はい、次は負けません、ありがとうございました。移動してきました。はい、すっかり町の方にやってきましたね。はい、今私たちがいるのは、うん、逗子葉山駅のすぐ近く、はい、この辺りかな。はい、結構ね、大きなマンションもあったり、はい、住宅地綺麗、うん、逗子はこう駅と町と海が近いですよね、うん、いや本当にそう、うん、歩いて行けるところに海があって、あ、なんか立派な建物、立派ですね。逗子文化プラザだそうです。逗子文化プラザ、わ、あ、すごい、すごい、いろんなのが入ってんだ。図書館、あ、小学校もあんの。え、温水プールもあります。ええ、めっちゃいいじゃんここ。え、こういう、なんだろう、この市民が集まる場所みたいなところに小学校までついてるってことですか。ああ、向かいの小学校だ、ほんとだ、ほんとだ、行きますか、立派ですね。図書館もあってね、図書館好きだったな。あ、図書館ってなんか行っただけで勉強した気になっちゃってね、はいはいはい、一冊も本借りないし、はい、私はあの逆に静かすぎて寝ちゃうんで。うわ、わかるなかなか図書館では勉強しなかったかもしれないな、うん、あ、なんか音が、音も聞こえて、あ、なんかやってんのかな。テントがたくさんありますね。あ、あ、楽しそう楽しそう、イベントかな。あ、なんか、あ、すごい、あ、すごい、お店がたくさん、いろいろやってるんだ。こんにちは、こんにちは、あ、すごい、お邪魔します。食べ物、飲み物が、あ、すごい、すごい、いろんなシーグラスだと思った。こんにちは、こんにちは、小田原さんあたり、あ、そうなんですよ、これで、そうなんです、この番組は、はい、あ、ピザ、ピザやりません、裸でピザピザ回す、ここですごい、ノリのいい人がいっぱいいますよ、ここは、なんだろう、こんにちは、ダンスかな、フラダンスですかね、ダンスの音が聞こえてたんだ、こ、中庭でイベントもされてるんですね。本当だ、わー、どなたかお話を伺える方はいらっしゃるかな、ね、あ、待って、あ、お客さんだ、あら、あ、こんにちは、誕生日にはありがとうございました。あきらさんのお誕生日ケーキを作ってくださった、めちゃくちゃ美味しかったし、あのクッキーもすっごい似てた、あ、ありがとうございました。ま、確かに逗子葉山で出店されてるっておっしゃってましたもんね。はい、今日はケーキと、あと炭焼きピザ、はい、そう、びっくりです、ね、すごいいっぱいお店が出て楽しいですね、これね。でも代表の方なんていうのはいらっしゃるんですか。代表の方、石鹸の、あ、石鹸の、はい、接客中かな。こんにちは、こんにちは、こんにちは、今よろしいですか。すいません、こちらの代表の方で、はい、いいですね、いろんなお店が集まって、うん、そうですね、今日はあの交流センターフェアということで、うん、一緒に共催という形で、はい、私たちはここの中庭をお借りして、はい、フェスティバルパークをお借りして、こういうちょっとイベントを、はい、あ、楽しい、定期的にやるんですか。そうですね、年4回ぐらいで、うん、やってますね、うん、ね、雨も今日はね、降ってなくて、そうですね、どうにかどうにか恵まれてね、はい、うわ、こちらは何のお店なんですか。あ、私はまあ、はい、石鹸屋、あ、湘南石鹸って、あれ、はい、以前、まあ、はい、いい香り、あのお豆腐屋さんの前で、はい、お会いした、販売されてて、僕収録終わった後買いましたよね。あ、覚えてます、うん、ありがとうございます。すごいね、もうでもなんかこうやって、そうです、やっぱりあの仕事柄お肌はすごい気にしてたんでツルツルになりました。そう、ツルツル、
最高。今日も後で買ってっちゃおうかな。いや楽しそうですね。で結構逗子葉山の地元のお店を、うんうん、あのちょっと厳選して揃えていますね。そうなんですね。わあすごい。じゃああっちにはもうプラザの中にもあってね。はい、うん、うわすごい。どこも見てみますかちょっと。ね行ってみましょうか。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。わあ夏じゃないですか。いいですね。いいですね。あいいですね。素敵素敵。この後ステージなんですかね。あそうかもしれないですね。今ね最終調整中かな。うん。うん、わあでもこういうイベントってワクワクしますよね。あれもこれも食べたくなっちゃう。あ、学生さんもいらっしゃって。あら、こんにちは。こんにちは。今日はなんかイベントかなんかやるんですか？そうですね。私たち今年新しく開校した逗子葉山高校で、はい、新しい校歌とか、はい、校章とか、そういったものを、発表する場にしようかなって。新しい高校。そうです、そうです。合併して新しい。逗子高校と逗陽高校が統合して、この春から新しい高校になったんですよね。ですか、うんうんうん、で、あの新しい制服。いや、これは前の合併する前の学校で、うん、1年生の制服が新しい。可愛らしい。もうチェック柄なんか入っちゃっていいですよね。なんかね、途中で変わるとなんかそっちのがね、よく見えるようにしますもんね。あの、もしだったらね、中にもあるんですか？あの、リハーサル中ですけども、はい、ホワイエまでならぜひとも一緒に行きましょう。はい、ありがとうございま す,、はい、います。じゃあ、2階になりますので。皆さんは何の集まりなんですか、この3人は。そうですね、私たちあの生徒会でして、今回。生徒会。そうです。地域の皆様に、まあ、新しく学校ができたよということで、うん、発表するためにちょっといろいろ準備してきました。皆さん役職は何なんですか？私は前半 の, あの学校の紹介みたいな司会をやらせさせていただきます。司会。そうです。あのなんかあるじゃないですか、あ生徒会の中とか。そう、あそっちですね。私生徒会長です。あ会長、生徒会長です。長です。会長ですか？あらあらあら、会長です。あ、え、2人副会長。あ、私まだ1年なので役職ないですけど。あ、なるほど。これからの期待の新人です。会長と副会長が。そうです。と意見の食い違いとかあったりするの、会長と副会長。あ、やっぱりそれぞれ自分の目指してるビジョンが違います。ビジョン。どうしてもビジョン食い違うこともあるんですけど。私高校生の時に目指すビジョンなんですね。ビジョンは出なかったですね。あ、部活紹介。あ、すごいすごい。みんな部活はやってるんですか？そうですね、私写真部。写真部に入っていて。カメラ持ってますもんね。あ、そうです。あ、本当だ。副会長は？あ、特にまだやってなくて。あ、そうなんです。いや、意外と優しい喋り方しますね。でももっとなんかグイグイ喋る感じの子なのかなと思ったら、特にそんなあんま喋ること。穏やか、穏やかですね。ギャップ。あ、制服の話もありましたけど、ちょっと見ましょうか。失礼します。そうですね、あれが新しい制服になってます。これが今あれだ、女子の制服だ。できてね。あ、2種類あるんだね。そうですね、こちらがまあいわゆるズボンとか、うん、でスカートの種類もいくつかありまして、うんうんうん、別にあの女性の方でもズボンを履くことも。これがちょっと夏服になってます。はいはいはい、夏服、こんなラフなんだ。暑いからね。そうです、羨ましいです。でもいい。でもちょっとこうそこに並んでもらうと だいぶこう変化が分かるよね。うん、こう新しい制服は見てどうですか？いや、やっぱり羨ましいです。私が着たいぐらいです。うんうんうん、そうか。ちょっと周りにも何人か生徒さんいらっしゃって、今こちらには。え？はい。何部ですか？一応聞きましょうか。ちょっともしかしたらはありますけど。はい、分かります。そうですね。はい、吹奏楽部です。やっぱり。はい、こんにちは。あ、うん、皆さんこれから、はい、あれか発表があるんでしたっけ？そうです。はい、そうです。ちょっとじゃあ一発音だけ聞かせてもらっていい？あ、音。音。音。何でもいいです。何でもいい。あ、ちょっとチューバも言っといてもいいですか？あ、チューバも。チューバもね。そうですよ、チューバ、だってすごい低い音鳴るんじゃないですか？あの子回すね、結構。うん、
ほら制服もそうだけど、校歌も新しく作ったのって言いましたけど、もしよかったらちょっとみんなで校歌歌ってもらえます？いいね、うん、おう、じゃあ行きますよ。あ、指揮者？あ、じゃあ違います、ドラム。行きましょう。せーの、私は私であれ、あなたはあなたであれ、桜の散る前に一つの幸せを、私たちは一歩ずつ前に進んでいる。ランチです。はい、ランチは銀座通りの交差点のすぐのところにあるこちらのお店でいただきます。はい、海鮮丼ですよ。ありがとうございます。楽しみですね。楽しみ。はい、いただきましょう。では階段を登って。はい、いいじゃないですか。はい。だ、楽しみだな。2週連続海鮮も珍しいんじゃないですか。ね。ね。大好きだからもう、はい、足取りも軽くなっちゃうよ。こちらかな。はい、くらさんでございます。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。やっぱり神奈川大工橋でございます。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。お邪魔します。お邪魔して、してありがとうございます。よいしょよいしょ。楽しみでしたよ。私はい、お待ちしております。お店はもう長いんですか？そうですね、今年で17年目になります。そうですか、はい、だからね、こう地図にも海鮮丼みたいなのがね、ちょっとお写真あったんですけど、はい、やっぱりこう地元のお魚を使ってらっしゃるんですか？はい、相模湾のお魚。うわ、最高ですね。いや、もう地元で長く働いてらっしゃる、ね、そうですね、僕もここで20年ぐらいやってます。地元はこちらですか？そうですね、隣町は葉山なんですけど。葉山、はい、ああ、なるほど。あ、来ました。失礼します。はい、海鮮丼ですね。おお、ちょっと何種類入ってんですかこれ。ちなみに今日のメニューはたっぷり入ってます。どういった感じですか？まあ、ネギトロで生しらす、カツオ、タイ、アジ、タコで、こちらイナダになりますね。あとエビとサーモン。はい、あー、今数え忘れた。何種類やったんだろう。たくさんって言いながらね。失礼します。わ、お刺身定食、こちらお刺身定食。すごい、ちょっと船盛りすごい、船漁に行けますよこれ。乗って出ます。乗って出られますよ。ねえ、うわ、こちらも同じかな、中身としては。そうですね。はい。はい、これ豪華だな。丼でもいいし、もう、はい、船盛りでもいいし。お醤油。ありがとうございます。うわ、美味しそう。いや、ちょっとこう、やっぱりこのシラスだな。失礼します。こうなったら、あ、ご飯もありがとうございます。ちょ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 って食べさせてもらって。はい。もうどれから行くか迷っちゃうんだよな、お刺身とか、こういうのって。ありがとうございます。失礼します。じゃあちょっとこの辺の。はい。嬉しいな。キラさん、何を食べます？いや、やっぱりこれ行かせてください。あ、シラスね。はい、ね、はい。うわー、いただきます。たっぷり乗っかって、いただきます。おお。おそう。バッチリ。このプチプチっていうのと、うん、その釜揚げじゃない生のちょっとのこの歯ごたえ、はい、これがたまんないですよね。うわ、おいしい。ありがとうございます。最高。私何を食べたらいいですか？そうですね、おすすめをいただきます。うん、まあでも今日、はい、まあ、アジかタイかこの辺から。アジかタイ、はい、どれですか？こちらですね。え、これこれ、はい、そうですね、これがタイか、はい、ちょっと赤っぽいですね、はい、こちらね、タイ、いただきます。幸せですね、お刺身マイコ、最高。うん、歯ごたえがいい。わー、うん、でした。なんかこうプルンとしつつも跳ね返してくるような弾力があって、うん、うん、こう1,2,3,4,5,6,7 7だか8だか9だか、はい、ちょっともう分かんないですけど、これ日によってその上がってくるお魚によって、そうですね、それで多少変わりますね。変わるんですか？はい、これやっぱ 駅とか町も近いから気軽に海鮮を食べに来られますね、うん、はい、はいはい、うん、その通りです。もともと居酒屋さん
そうですね、もともと居酒屋さんでやってまして、はい、でこうやっぱり海の方からこう帰ってくるお客さんにとってはこっちが結構入り口な感じなんですよね。そういうのもあってこう海鮮丼とか海のものをもともと扱ってたんで、はい、まあ、ランチもやっていこうかなって思ってやっております。話聞いてました。あのあれですよね、なんかどっかから近かったんですよね。あれ、そんな話してましたっけ。してましたっけ。してませんでした。ここが入り口っていうことですね。入り口、そう、観光の人たちのね、ね、じゃあ昼飲みなんかもできる。そうですね、はい、土曜日と日曜日はあの、うん、ずっと開けてるんで、あ、フルで、はい、はなんで結構カウンターにもいっぱいお酒がね、うんうんうん、バーンとあって、はい、あ、最高でしょう。お刺身を食べながらのお酒なんでね、はい、うん、今ポスター見てて気になったんですけど、うん、キッチンカーニバル、これイベントが来週、あ、これ放送の翌日か、うん、はい、17日あるんですね、これ。すごい。そうなんです、うん、まあ、うちの、社長が、今回逗子のキッチンカー協議会というのを、うん、まあ、立ち上げまして、うん、まあ、それで初のイベントになるんですけど、まあ、こうなんだろうな、市内にのイベントなんかでも結構遠方からの業者さんが入ったりしてて、うんうん、まあ、そういう、まあ、逆にこの市内の業者さんが遠方にこう仕事に出るとかもあったんで、はい、うん、まあ、そういうのをちょっとミスマッチを少しずつなくしていこうっていうのからこういう協議会を始めて、まあ、それの第1弾のイベントということで、はい、だって来週トト祭りもあるし、うん、これもあるし、そう、ね、この放送近くの逗子はイベント盛りだくさんです ね、 ね、イベントだらけです。隣はもうまさに今日じゃないですか。今日そうなんです。盆踊り、盆踊り、今年盆踊り見てないもんな。盆踊りって、うん、あのちっちゃい時って結構行ってましたけど、はい、今大人になるとなかなか行かないじゃないですか。あ、でももう元祖夏フェスみたいなことですよね。そうですね、もうこれぞですね。夏フェスの始まりって盆踊りだったんですか。そうだと思いますよ。あ、だってみんなで、ね、ね、踊って、はい、民謡を歌って、はい、ちょっとお盆もあるし、あ、ちょうどいいかもしれない。盆で踊りに行きますか。盆でね、これで盆踊りを引っ下げてね。いいかも。いやいや、いただいちゃいましょうよ、腹ごしらえしてね、うん、最高。ひらまさもいただいて、移動してまいりました。はい、私たち、はい、東逗子駅の前におります、いいですね、いい駅ですね、うん、すごい雰囲気ある。そして晴れましたね。晴れた、最高、うん、暑い、ギラギラで蒸し暑いです。おー、すごいよ、うん、まあ、なんでね、ここに来たかというと、お祭りの気配を嗅ぎつけてやってまいりました、うんうんうん、いいじゃないですか、夏祭りですからね。あ、もう見えてる。あ、本当だ、矢倉があるよ。はい、あ、これだ、逗子市商工会青年部大感謝 祭、うん、大感謝祭。あ、皆さんのお顔がいいですね、一人一人の並んでます。じゃあ皆さん、顔が見える、ここにいらっしゃる方みんなここにいるってことですかね。そういうことなんじゃないですか、うんうんうん、さっきね、あ、これさっきのポスターじゃない。そうですよ、これですよね、うん、盆踊り、うん、あ、ここにも皆さんいらっしゃったんだ。いるんだ、もうちょっとだから今最後の準備かな。はい、ちょっとお邪魔しましょうか。お邪魔しましょうか、うん、はい、あららら、あ、結構テントもある。あ、こんにちは。あ、そう、竹だ、竹細工、あ、駄菓子なんかも出るんでしょうか。あ、本当だ、子供はこれ楽しいですね。こんにちは、どなたかお話を伺える代表の方は、あ、こんにちは、こんにちは、あ、こんにちは、こちらの関係者の方でいらっしゃいますか。はい、そうなんです、はい、ありがとうございます。こんにちは、いいですね、矢倉くんで。そうなんです、今日はですね、あの青年部 の、 あのお祭りがありまして、はい、その準備をしております。わー、はい、なんかあのミラーボールなんかもいいじゃないですか。これキラキラ、夜にね、キラキラ回るわけですか。キラキラさせちゃって、はい、あ、じゃあ皆さんこちらにいらっしゃるのは今青年部の皆様で、はい、逗子の商工会青年部のメンバーです。うわー、今日ありがとうございます。あ、ありがとうございます。うわ、
ここは服は着てるんです。ああれこの番組は暑いですけど、いや賑やかでいいですね。賑やかですね、元気いっぱい、暑い中で、じゃあそこがステージあって、はい、あ太鼓とかね、そうですね、今日盆踊りもあるんですけれども、はい、あの部員を生バンドで演奏も、はい、考えております、はい、いいですねこのお祭りは毎年やってるんですか。あ、ですね、あの、うん、コロナでちょっとしばらく空いてるんですが、はい、昨年度から再開しておりまして、うん、はい、はい、じゃあもう本当に駅の裏側のちょうどホームが見えるんですね。そうなんです、JR の東津市駅の隣になりますね。ここ降りた人はあれ今日何かやってるじゃんって言ってねそうなんです、絶対寄りますよね。そうなんです、あきらさん、ここのステージは立てないですね、後ろのホームから見えちゃうからここは僕はできないです。ここはできないステージですね、うん、あのいわゆる更衣室みたいな、はい、シャッて閉める、全部が囲われてないと、はい、ここはそう、あきらさんはあの全方位から見える場所ではネタができないんです、ね、できないということですよね、うん、はいやいや、でもいいです、素敵じゃないですか。なんかおすすめのブースとかありますか。はい、あ、よかったら見ていってください。結構広いんですね。何店舗ぐらいこちら出るんですか。今日がですね15程度、はい、出る予定になっております。はい、15店舗すごい、はあはあ、あ準備がしっかり、はい、準備早いですね。あ、こんにちは。こちら何のお店ですか。こちらがですね、あの、ペルーのですね商品を使っているブースになります。ペルー、はい、前我々行きましたよね、愛川町でペルー料理のお店ね、お邪魔しましたね。ペルーの商品を、あ、確かにこのインカコーラ、ありましたもの。どういった商品を出してるんですか。あ、はい、今日はペルーのオリジナルのビール 2店と、あの今言っていただいたインカコーラを出しているのと、はい、とは別にこちら側に私のメインの商品なんですが、ルクマというフルーツを使った商品を本日は、はい、販売してます。ルクマ、はい、この聞きになったことありますか。このかぼちゃみたいな、聞いたことないですね、はい、これペルーでは有名なんですか。そうですね、ペルーでは本当に有名で、特に加工されて食べること多いんですが、アイスクリームとかスイーツにされること多いんですけど、はい、あの本当にバニラに次ぐ人気ぐらい、定番のあのアイスクリームにしたら、あ、そうだ、もうどっちかなぐらい、バニラかルクマかみたいな、老若男女大好き、動脈男女大好き、日本で言ったらチョコみたいな、バニラかチョコかみたいな、本当にぐらい、そうです、そうです、あの有名なコーヒーチェーン店にもルクマフラペチーノがあるぐらい、そう、ペルーでは、そうなんですね、気になる、初めて聞いた、なかなかね遠い国なんで届いてこないんですけど、はい、それをあの加工したものを、こういうふうにパウダーに加工したものを、はい、あの輸入をしていて、これを使ってあのアイスクリーム作ったりだとか、あの、抹茶に混ぜてお茶を作ったりだとか、これお茶ですか。あ、そうなんです、はい、そういうことをしてます。味が気になりますね。ちょっと味気になりますね。今何か食べられるものってありますか。ね、アイスクリームであればご準備ありますが、はい、いや、よろしいですか。いいですか。ありがとう。日が出てきて暑いんですよ。もういいやつじゃない。アイスは350円かな。あ、うわ、嬉しい、はい、ですね。ありがとうございます。でもこれ、いや、日本人でも知ってる人少ないんじゃないですか。そうですね、まだまだ、はい、知ってる人少なくて、頑張って認知上げてるところなんで、もうこういうこのルクマの商品をこうやろう、はい、日本でやろうってしてどれぐらいなんですか。はい、まだ2年いますね、ただいぐらいが。そうか、はい、そうなんです、はい、またなんでペルーなんですか。あの、なんでっていうことも、もともと住んでいて、そうですか、協力隊長の在家のプログラムで、はいはいはい、行っていて、そこで出会って、うんうんうん、はい、感動して、へ、日本でもペルーを広めてるわけですね。はい、じゃあいただきますか、はい、ありがとうございます、はい、ありがとう、あ、すいません、ありがとうございます。気になる、ルクマアイス、黒糖のようなリッチな味わいって書いてます。そうなんですよ、ルクマの実自体が黒糖とかキャラメルみたいな、はい、ちょっとねっちょりした甘みを持ったものです、はい、失礼します。あ、本当だ、色がちょっと黒糖みたい。あ、そうなんです、結構優しい、こんな感じで、うんうんうん、ちょっと初めての味、どうどう食べてみて、気になるの、あ、うん、黒いつぶつぶも、そうです、それあのカカオニブっていう、それもスーパーフードなんですけど、はいはいはい、カカオの実をいったものですね、それがちょっとカリカリする食感があるかな。あ、マロンっぽい、ああ、マロンアイス、モンブランとかマロンとか、はいはいはい、栗っぽい味がする気がします、
うん、あ、うん、うん、うん、なんか覚えてる。素晴らしい。美味しい。あ、全然その日本で販売しても、うん、あの手に取りたくなるぐらい我々の口に普通に合う。そう、ね、美味しい。青年祭り頑張るぞ。うわあ、感じましたね。にぎやかでしたね、今日はね。にぎやかですよ。はい、ということで、まあ、今日もたくさんイベント紹介したんですけれども、はい、逗子では今後もイベントが目白押しということで、うん、ぜひね、観光と合わせてイベントの方もチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。お茶も楽しみ、はい、ね、ちょっと気になりますね。アイスもいただきましたけど、うん、お茶ではちょっと甘いんですかね。確かにちょっと甘いのかな、うん、いわゆるちょっとお砂糖を入れたような味になるのかもしれないですね。かもしれないですね。わ、はい、ぜひご応募ください、はい、ということで次回の放送は平塚市からお届けします、うん、はい、楽しみだ。皆さん頑張りましょうね。もう誰もいない。あれ、みんな皆さん頑張りましょうね。これ準備が忙しいから。そうかそうか、それぞれ各々開店準備をねされてるんですね。いやー、逗子元気でしたね。元気でした。人が元気だった。写真で撮ったら。3、2、1、撮れた。あ、あ、あ。